東周平は、日本の政治家、外務官僚、大阪府市場縄手市長、大阪府市場縄手市出身、市場縄手市立市部が丘小学校、市場縄手市立市場縄手中学校、大阪府立市場縄手高等学校、2011年、京都大学工学部物理工学科卒業。同大学大学院工学研究科研資格。 工学専攻修士課程修了。2014年4月、外務省に就職。40代で急成した上司の死をきっかけに、将来は市長になると決断し、約1年半で退職し、野村総合研究所に転職。2016年10月21日、市場縄手市長選挙に出馬する意向を表明した。2017年1月15日に行われた、 市場縄手市長選挙において、現職の土井和則との一騎打ちを制止初当選した。1月20日、市長就任。市長当選時の年齢では1994年に27歳で、武蔵村山市長に就任した、獅子田光太郎に次いで2番目に若く、現職市長としては、当時最年少であった。当日有権者数 45,、45,493人、最終投票率。 42.18%2020 年11月20日、任期満了に伴う市長選へ無所属で立候補する意向を表明。12月27日執行の市長選では、財政健全化などの実績を強調して、支持を広げ、大阪維新の会が擁立した前市長の土井和則の子で、元市議の土井一家を破り再選。当日有権者数、45,696人。 最終投票率44.45%ありがとうございます。